チャンネルです。今日はですね、わらしべ長者企画というのをずっとやってまして、ディオ、エイプ、リード、CBR、 そして今日は次に変わる、車種をですね、皆さんに紹介したいと思います。はい、完成しました。それでは行ってみましょう。普通に運ぶだけだったらもったいないんで。自転車はありませんか？名義変更や処分を無料でさせていただいております。まだまだですね、やっぱり自分の中に恥ずかしさというかですね、吹っ切れてない部分がありますね。そうそう、まあ大道芸とか もう何回も何回もやって切れてきたらね、全然こう慣れてきたら何も思わないんですけど、やっぱりね、たまにやる大道芸みたいな感じで、鉄くず回収業者ですって言うと、もうなかなかやっぱ恥ずかしいです。まだ慣れてないんで。そうそうそう、でもそういうのがあるうちはやっぱダメなんですよね。しっかりとやっぱこうポリシーを持ってやらないと。はい、無事にチェンジしました。ありがとうございます。それじゃあ帰りたいと思います。池田で、いろんな、これすごいでしょ、どうですよこれ、どうでしょうってなんかちょっとシャレみたいになってます。これはもう、ヨノコンの裏の山はこんなんなんですよ。これ早道なんですよ。これが、あー危ない。これがいわゆる希望が丘から、ローズタウンに抜ける近道です。すごい細いでしょう。まあ、軽やったらいいけど、大きいのはね、僕一回この木に大きい車でミラーぶつけたことあるんですけどね、気をつけないとダメです。パンを無料で処分させていただいております。ローズタウン、お気軽にお声かけしてください。オートバイ鉄くず回収業者です。すごいでしょ、ローズタウン。処分に困ったバイク、鍵をなくしてしまったバイク、動かなくなったバイク。ここにブブがあるんですよね。これ売ってくれへんかな、欲しいな、このブブかわいい。これね、ブブ504っていうて四輪バージョンなんですよ。これ売ってくれへんかな、かわいいな。グラシアです。3ナンバーです。 2.5 リッターです。 2.5 リッターです。めちゃくちゃでかいです。めちゃくちゃでもエアロがついてるのかっこいいですね。フロントにですね、このエアロがついてるついてないで全然この印象が変わります。今回、変えてくれたのはこの方です。じゃーん、カトカ研究所、カトカさんです。いいんですかこれ、すいません、使ってください。いいんですか、ありがとうございます。これちょっと中の方ね、ちょっと売りポイントなんかを皆さんに説明したいと思います。カムリグラシアですね。ステーションワゴンということのこれね、ファイブドアなんですけども、なんとですね、中がですね、このスーパーナビゲーションがケンウッドのこれがですね、ついてるっていう。すいません、この可変するとこボタンを、これスピューン、すごいでしょ。ここなんですよ、これSD ですかね、あ、 SD カード、 SD カード、はい、でこれ CD 入れると DVD とか、ね、DVD もいける、はい、すごい、ほんまや、 DVD の再生もできる、はい、っていう最高級のナビゲーションがついてる。そして ETC ももちろんついてると。シガー電源もつけ足しました。あ、つけ足した、ありがとうございます、はい、ね、ただ走行距離は199,000 199,000走ってるっていう強者です。ただメンテは行き届いてるんで調子はいいでございます、はい。ちなみにですね、車中泊もしようと思ってできます。車中泊もしようと思う、まあ今はこうなってますけども、これが倒れてですね、ここに寝ることも可能でございます。あ、今はいいです。さすがステーションワゴン、
このですね車に変わったということで、ちょっと乗りながらですねこの車の性能をですね体感したいと思います。その前にやることがあります。パッサンチャンネル、チカチカしてますね画面。800円で入るんですね。借りるお車の確認。あ、これですね。まだお金も聞いてない。はい、はい、ちょっと正解して。これでいいんですか。はい、ありがとうございます。おいただきます。東京海上日動。入れましたね。初めて。さあ、それでは初運転行ってみたいと思います。フットなんですね。はい、じゃあ行きます。おお、なんかあの軽トラ以外乗るの久しぶりなんで。新鮮ですね。なんかあのもうなんていうのこのクリープ現象って言うんですか。はい、もうあの踏んでないのにさーって行きますね。それ調子いい証拠なんじゃないですか。調子悪いやつってなんかさーっていかないですよね。なんか引っかかるというか。そうですか。やっぱね、僕でもあの 2000cc で、あの大きさだけ 2.5 は乗ったことあるんですよ。あの本当の 2.5 乗ったことないですね。ちょっとアクセルを入れてみたいと思います。てかアクセル入れる必要ないですね。ないです。義理の兄が乗ってました。義理の兄が乗ってたんですね。はい、そうです。でまああることがあって、はい、まあ加藤さんのところに来たと。はい、でまあ、20万キロで22年落ちやし、はい、まあその今後誰も所有することがないと、はい、いうこともあってっていうことでしたっけ。そうです。もう甥っ子もこんな高い税金払われるから。そうですね、税金が高いっていうハードルでやっぱり乗れるのにまあ乗らない。まあ、あの遺産相続とかもそうですよね。だからいっぱいおじいさんから山もらったけどそんなん使わへんし、ただ誰かもらってくれる人いませんかってジモティとかでもよく出てますよね。まあそれに似てるっちゃ似てるってことなのかな。じゃあ何の不具合もないですけどね。ラジエーターもオルタネーターも変わってますから。へえ、ヤバそうなとこはちゃんと新しくなってると。なんかなってますね。ドライブがてら、はい、ご飯をちょっとあのごちそうしたいなと思いまして、今から行くとこなんですけど、はい、まあだいたい希望が丘豊野町から箕面とか茨城とかあっちの方に出るときって、まあこの峠をですね、こう山を降りていくんですけど、箕面、はい、方面に、はい、その途中にこの先一時停止です。ありがとうございます。一時停止ね。その途中に新しいカフェできてるんですよ。はい、そのカフェにちょっとご案内しようかなと。すごい滑らか。皆さんこれ分かるかな、あの振動ないの分かります。全く振動ないんですよね。でもこれ雪降ったら乗れなくなるんですよね、はい、ここ、はい、今だけっていう、今季何月まで乗れるんでしょうか。ちょっともう山なんでね、こういうところが凍結するとちょっと。はい、これまあフロントのスポイラーついてるのもちょっとあれですね、エアロポイントじゃないですね。横もあれエアロついてるんです。横ついてるですよね、はい、エアロついてるのでかいね。これ羽ついてましたっけ。羽ついてる、羽もついてました。羽ついてます、はい、羽ついてます。ハイマウントストップランプやったらもっと良かったんですけどね、はい、当時の古いやつ。そうですね、あとムーンルーフ欲しかったですね。やっぱ本当はだから著作権の関係でオンエアできないんですけど、なんかこう米クラブとかなんか山下達郎とか山下達郎をかけたいです、本当ね。ライドンタイみたいなね、ちょっと釈迦拓とかね、高中正義とかそういうのをこう聞きながら本当は行きたい。当時はだからF1 とかもブームやったから、これあの F1 のテーマ曲あったじゃないですか。テレレレ、ちょっと T スクエア、あの T スクエアをかけながらっていうのは結構あれ聞いたらなんかちょっとスピード10キロぐらいちょっと多く無駄にテンション上がる。これを右に曲がるんですよ。
これを右に曲がって、ほなここにこの先にあるんですよ。これあそこ光ってるでしょ。あれですあれです。これランチってやってるでしょ。これ行ってみようかなと思ってるんですよ。これでやってなかった。でも車止めれます？オープン？あと。あ、見て見て、元コンポあるよ。ほら、元コンポ。お。あ、なんかあ。あ、あ。そうなんですよ。だなんでここに来たかってこの元コンポとかモンキーがあるんですよ。こっちにほらリトルカブもある。これは11時からね。あ、泊まり木、あ、カフェランチ泊まり木ね。行ってみましょう。あ、カムリです。うわすごい。あ、見て見て見て、うわすごい。撮影してよかったです。はい、どうぞ。すごい。これあれあれ、あのほら僕が打ったやつですよ。あの一番 M でしょ。 M モンキーでしょ。あ、いいですね。はい、ここいいんですか。どうぞ。マジで。あ、元コンポある。すごい。あ、じゃあこの席で。うわすごい。見て見てこれ。すごい豪華。こんな中がさ、こんなんなってると思わへんかったよね。CZ100 やって1963年。おしゃれすぎですね。ここめちゃくちゃおしゃれすぎ、はい、これやば、まあ、あのカムリがどうのとかちょっともうかすんできてる。これカトカさんやばいですよ。そうですね。そうなんですか。じゃあ押してるやついきましょうか。せっかくなんでカトカさん。いや僕 B。あ、じゃあ俺じゃあ A いきます。はい、お願いします。マジでさ、後でさ、このなんか聞きたいよね、この経緯というか、誰ですかみたいな。ちょっとほんまに豚キムさんも大興奮。ディズニーランド的な、おお、ちょっとアトラクション中2階も皆さんあるんですよ。うわすっごこれ、なんか調度品というかすごいですね。カメラ、あ、本当ですね。いわゆるそのライカとか、僕はあんま詳しくないですけど、いろんなやつがあるんですね。その向こうの、それもそうみたいですよ。あ、これもですか。あ、だから この部屋はどっちかというとカメラマニアの人におすすめな。あ、そうですね、もう。はあ、昭和25年とかね、書いてますね。そうなんです、すごい、だから古くて。はいはい。もう多分部品がもうなくなったら、取り寄せもできないようなカメラだと思うんですけど。はいはい。100年以上前のカメラとかあるみたいですよ。これもすごい、めっちゃ可愛いこのステンド。それなんか皆さんよく言ってくれはります。これ、はい、こちらが鴨の燻製でございます。すごい、これ何でしたっけ。はい、でこれが何ですか。こちらが、赤シソジュースでございます。シソジュース。そうです。そうです、シソジュース。飲んだことないわ。めっちゃうまい、めっちゃうまい。これ飲んでみて。これやば、体にも良さそうでしょ。昼からこんな食べていいんかな。ということで、こういう高級なとこでちょっとふざけるのはやめたいと思います。ちゃんとしっかり行きたいと思います。じゃあ行きます。鴨肉かいつもだろ。漬物みたいな、そういうないんで、そう一般的な庶民的な、全部すごいやつなんで、どれから食べても漬物にならないんですので、美味しいです。あ、タイ茶漬け。え、タイ茶漬け。タイ茶漬け、すごい。僕は天ぷらにしました。抹茶のお塩が入ってるっていう。まずじゃあ塩で。ちょっと食べてみてください。絶対うまいですよ、これ。ザ・ダシが。多分ダシだけ。これでこう、なんか、すくって食べるんちゃいます。ああ、絶対うまいですよ、それ。食べて一言お願いします。タイタニックみたいな音楽かかってますけど。どうですか？優しいダシ。優しい。はい、私たちは今、タイタニック。初めて僕実写でこんな綺麗なの見ました。すっご、
1963年海外に出したやつですね。かわいい。よかったですね。並べてくれ、あ、並べてくれてる。本当だ。いや、だからこれほんまにコレクションの一部なんでしょ。まだまだあるんでしょ多分。だからすごい。皆さん泊まり木、目印はこのアトムの人形です。よかったら来てください、フカストンチャンネル。よし、じゃあ、はい、行きましょう。ということで、はい、今日は良かったです、ね。良かったです。本当はこの先にあのキリシタン資料館があるんですけど、キリシタン資料館も行こうかな思ってたんですけど、今日もこれ十分ですね。霞んじゃいました。霞んじゃいましたね。泊まり木さんね。はい、ぜひ皆さん泊まり木さん、ぜひ115線をですね、箕面方面に行く信号1個曲がってすぐです。はい。まあなんかあのレストをね、はい、されてるっていうことで。レベルが半端なかったですね、はい。あとカメラ、あ、旧型のカメラがあれ1個なんぼするんだろうみたいな、はいはいはい、昭和初期って感じ、うん。あとスタッフがすごい多くないですか。だって女の人が2人と男の人と、はい、あのなんか主人みたいな人、最低4人いたでしょ、はい。もしかしたら中で厨房で作ってる人がいたら5人じゃないですか、はい。すごい、なんていうのかな、まあ、今回まあ見たらそのおすすめのランチ ね食べさせていただきましたけども、あの、まあ、確かに値段は張るんですけど結構美味しかったですね、はい。それ以上のものが、うん、お得感があったような気はしますね。で何よりやっぱりそのバイク見ながらね、はい、食べれたりとか、あとなんかそのモニュメントみたいなのが、はい、なんか本当になんか遊園地に来てるような、ね、そうそうそう、アトラクションの中でご飯食べてるというような気にもなりますし、なんかあのバイクのツーリングの合間に行くには最高のスポットかなと思いましたね。テーマパークに来たって感じですね。ちょっとカフェのレベルをカフェレベルではなかったので、はい、ということで、はい、カスさんチャンネルはですね、このわらしべ長者チャレンジ一つの、まあ形を見せたというかですね、まあ、これで終わりっちゃ終わりでもいいんですけど、まだまだ続けていこうという意思もあります。なので、このカムリ、うわちょっと今怖くなかった？センターライン、センターラインはみ出してたよね、あのトラック。初日に行く。怖っ。車幅がちょっと難しいよ。もとい。はい。カスタンチャンネルでですね、わらしべ長者チャレンジ、大募集してます。何回も言いましたけども、ディオ、エイプ、リード、CBR、そしてカムリ、グラシアに変わりましたけども、このカムリグラシア、これと変えてもいいよと。いう方がいましたらですね、ぜひご連絡ください。このカムリグラシアであなたの住んでる街に運転して行って、そして交換して運転して帰ってきます。別にですね、軽自動車でもいいですね。ちゃんと走る軽自動車だったら軽でもいいですね。もしくはカスさんがずっと言ってるフェアレディ Z でもいいですねフェアレディ Z カスさん乗りたいですね、はい。もしくはNSR の MC28 でもいいですね。でもそんなこと言いながらですね、一応これがですね、3月末までね、はもう僕が所有してるのは絶対確定なんで、3月末までにですね、うん、我こそはという人がいればですね、ぜひ連絡ください。別にね、あの原付でも普通のバイクでも構わないんで、このわらしべチェンジでこう転がって変わっていくっていうのがこの企画の趣旨なんで、ぜひですね、まあ、聞くだけはタダということで、ぜひお問い合わせください。それでは、今回わらしべ長者チャレンジのですね、カムリに変わったコーナーで回でございました。それでは次回またお会いしましょう。せーの、カスさんチャンネル。それではありがとうございました。